どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、JAL が国内線タイムセールをですね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説とプラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、公式制度ね、こういった形になっておりまして、JAL サンクスデイ。 国内航空券タイムセールということで、ウェブ限定人気の便はお早めにということで、タイムセールがですね、発表されました。え、JAL サンクスデイとかありましたっけちょっとね、私は覚えてないんですけども、あの、この動画出てるのね、7月の25日なんですよね。で、毎年 ANA はですね、こういった形で ANAQ 毎月29日は感謝の日ということで、こちらね、今の ANAQ のね、公式制度なんですけども、こちらね、6月終了しました。来月もお楽しみにということで、 ANA はですね、毎月29日感謝の日ね、やっているわけなんですけども、7月の25日ね、今日現在まだね、発表されてないんですよね。ですので、ANA がですね、今月国内線タイムセールみたいなのやるか、減額マイルキャンペーンね、やるかっていうのは、ちょっと正直まだわかんないんですけども、JAL がですね、タイムセールね、多分これ、私の予想ね、ANA 感謝の日に当ててきたんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、ANA はね、まだ発表しておりませんということで、今日7月25日にね、 こちら、ANA の9の方もね、出てくるんじゃないのかな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、JAL がですね、先にね、タイムセールをま発表したって言いたがちになるんですよね。だからまあ、JAL サンクスデイっていうことですんで、まあ、 あれなんですかね。今後、JAL もね、こういったのをやっていくんですかね。ちょっとこ,こはね、よくわかんないですけども、まあ、こういった感じでね、なりまして、えー、発表がありました。で、タイムセールの期間なんですけども、2023年7月の27日から7月の28日23時59分ということで、今回のタイムセールの登場期間は、2023年9月の1日から2023年の9月の30日までというふうになっておりまして、えー、対象運賃はプロモーションといって、 形になりますで今回ですねタイムセールね、えー、一例がねこういった形で出ているわけなんですけれども伊丹羽田7700円から羽田札幌8800円から羽田福岡9900円ということで結 こうね、今回は、えー、安くね、設定されているっていう風になりますんで、9月のね、予定決まってない方はですね、かなりね、安くなっておりますので、ぜひね、検討していただきたいな、なんていう風に思うんですよね。で、公式サイト、まあ、一応ね、概要欄にも貼っておきますけども、PDF がですね、こういった感じで、えー、見れるようになっております。ではね、ちょっと画面切り替えて見ていきたいなと思うんですけども、こういった感じでね、PDF で全、あのー、今回のね、キャンペーン対象路線ですね、えー、見ることができます。またね、 瓶便がね、あの、限定されているものと、まあ、全便が対象になっているもの、まあ、これもね、あの、全部記載があるっていう風になりますんで、かなりね、見やすいですよね。で、7700円のね、路線が結構多くね、設定されておりまして、まずね、東京大阪ね、こちら7700円設定されておりますし、また東京青森だったかなはい、東京青森、東京三沢とかね、ここら辺も7700円。 あと、山形、小松とかね、ここら辺も、え、7700円が設定されているっていう風になりますんで、あと、南紀、白浜もか。はい。こちらもですね、ま、全民ではないにしても、いや、かなり安いですよね。東京、広島じゃない、東京、岡山とかもね、7700円設定されてますんで、いいですよね。で、またね、北海道の道内路線ですね、ここら辺も、 7700円が結構されておりますね。はい。青森とかもっと安かったりしてるね。札幌から青森とかね。いいですよね。で、札幌から仙台。 こちらもね、7700円設定されておりますんで、あと新潟も6600円。いいですね。はい。かなり安くいいんじゃないでしょうか。またね、大阪から福岡、ここら辺もね、7700円になっておりまして、で、またね、8800円の対象路線もね、結構多くなっているっていうふうになりますんで、9月ね、決まってない方はですね、利用ね、していただければな、なんていうふうに思うんですよね。 で、予約方法なんですけども、PC でもね、スマホでもね、利用することができて、こういった感じのね、運賃が出てきます。プロモーションっていうのはね、あの、今回のキャンペーンの路線が残っていればですね、こちらが出てきます。で、このキャンペーン自体がですね、予約開始になるのが7月の27日の0時からということで、えっと、あさってですね、木曜日の0時から、えー、こちらのキャンペーン始まるっていうふうになりますんで、 こちらのね、運賃が、まあ、出ていればですね、今回の運賃でね、利用することができて、追加されるのはね、旅客施設使用料のみっていうふうになりますんで、まあ、数百円はね、ちょっと高くなる部分はあると思うんですけども、設定されている空港であればね、ま、あでもね、かなりお安くね、利用することができるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、7月の27日0時からですね、利用予定のある方はですね、チェックね、していただければな、なんていうふうに思います。で、結構ね、聞かれるんですけども、 このね、タイムセールっていうのは修行にはおすすめなんですかっていうのね、結構聞かれるんですけども、あの、端数を稼ぐぐらいだったらね、このタイムセールっていうのはね、まあいいと思うんですけども、このプロモーションっていうね、運賃設定ですね、あの、加算率がね、そんなに高くありませんので、基本的にはこのタイムセールっていうのは修行のね、がっつり稼ぐみたいな感じでは、まあおすすめすることができないっていうふうになりますんで、まあ基本的にはですね、旅行でね、遊びに行くためにね、このセールはね、まあ使っていただきたいななんていうふうに思いますので、 こちらね、覚えておいていただければなぁと思います。まあ、こちらで、ね、7月の20、こちら発表自体4日にあったんですけども、まあ、この ANA キュンがですねた、おそらく今日ね、発表されるのではないのかなぁなんていうふうに思いますので、まあ、ちょっとね、どっちが安くね、設定されてくるのか、またね、路線等々もですね、あの、今回ね、JAL の方は全路線ではございませんので、ANA はね、どんな感じで寄せてくるのかっていうのもね、まあ、結構楽しみな部分はありますよね。 またね、A 年9年、ね、発表ありましたらね、動画出したいな、なんていう風に思いますので、こちらもね、楽しみにしておいていただければな、と思います。それでは次にですね、JAL はね、ちょっと前にですね、羽田からドーハ路線をですね、発表したんですよね。こちらね、ちょっと私の動画では取り扱ってなかったのでね、今回こちらで、えー、お話しさせていただきたいな、なんていう風に思うんですけども、プレスリリースがですね、こういった感じでね、発表されております。えー、羽田からド、えーハ路線ですね、えー、こちらね、新規就航ということで、 いやーいいニュースですよねですので今後ですね東京羽田から同波路線ですね日本のね航空会社でね初となる直行便でですね就航するっていう風になりますんでこれはいいですよねでこちら開始になるのが2024年度の夏ダイヤからっていう風になりますんでまあ来年の今頃にはですねこの羽田同波路線ねおそらくもう 就航してるっていう風になりますんで、いやね、これはめちゃくちゃ楽しみですよね。まあ、JAL はね、あの、同じアライアンスメンバーであるカタール航空とですね、国際線ネットワークを通じて、ドーハから中東、アフリカ、南米方面とかね、まあ、ここら辺もね、接続可能っていう風になりますんでね。 これは本当にね、いいですよね。で、運行スケジュールなんですけども、まあ、詳しくはね、まだ決まってない部分が多くて、えー、こういった形になっております。路線は羽田からドーハですね。機材はボーイング787ダッシュ旧型機。で、時期はですね、2024年の夏期ダイヤから運行開始予定ということで、運行スケジュールはですね、毎日運行ね、されるっていうふうになりますので、これもね、非常に、あの、便利にね、利用することができそうですよね。で、具体的なね、あの、発売日とか 予約日とかねここら辺に関してはまたね別途お知らせがね来るっていう風になりますんでこれもね楽しみにしておきたいなっていう感じですよねで、今やっているねカタール航空とのコードシェアこちらに関しては今後もね継続してやっていくっていう風になりますんでまああれだからね ジャルがね、新規就航っていう風になりますんで、これはね、あの、書罰が飛ぶ時にはですね、かなり盛大なセレモニーが、まあ、行われるのではないのかな、なんていう風に思いますので、こちらね、非常に楽しみですね。ということで、今回ですね、ジャルのね、タイムセールとプラスアルファということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、国内線のタイムセールね、めちゃくちゃいいですね。ぜひね、9月予定決まってない方はですね、チェックね、していただければなと思います。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッター、LINE、講師、アカウント、インスタグラムをね、やっておりますので、ぜひね、チェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ